かなえ、このゲームの勝ち方教えてやるよ。ん？こっちに来い。はい。で、どうするんですか、これ。ここに一生いる。声でか。了解っす。ここにいればいいですね。でも、これ弾打てん、あ、え？あ、気にしなくていいっす、ボックスボックス。いやいや、そういうことなんて思って、それ聞いたの？え？敵やったやの？いや、床。もう前作戦が台無しだよ。あ、打たずにってことですか。そういうの言ってもらうと困るな、本当に。いやもう、言わなく、え、さ、いきなり床打つ味方いると思わないでしょ、普通、敵じゃなくて。言わないと。もう何でも言わない、バブちゃんか、マジで。そう。偵察来てるけど、なんか。これ刺すとね、こうなるのよ。すごいでしょ？どうも。こうなると開くの。そこに刺すと、なかなか落ちるっていうギャグあるけどやる？そういうギャグあるけどやっていくかな？いいよ。やらしたぎょうじゃん。あ、やられたー！やられたー！お、整地してる。えら、この子。え、まだプラス。同じ高さじゃないと気が済まない。イジャールしてもいい？やめて。一回だけイジャールしていい？やめて。一回だけ、一回だけ。どうぞ。何これ、やめてわぁ待って、なんで閉めたの。いい感じじゃないね、今近い。寒い。ヘルスドローン展開中。オッケー。いった、返せ返せよ、それやめて、僕の目から。やめてやめて、人の取ろうとしないで。うわ、スクワットしたいけどね、共通の友達がおらん。あっくん。はい。あっくんも共通の友達っていうか、僕が紹介したから知ってるだけであって、やめてくれる？なんか勘違いするの。別に良くない？本当に。普通にだってあっくんの配信遊びに行ったりするし。困るわ、本当。あっくんって呼んでるし、もう友達じゃん、それは。名前があっくんだからだよ。名前呼んだら友達なら全世界の人。ちょ、あっくん大魔王さんじゃなくても、じゃああっくんって呼んでるから、もう友達じゃん。じゃあいいよ、あっくんに聞くよ、うちが友達かどうか。かわいそう。いいよ、聞いていて一回。友達かどうか、どうしよう、普通に知り合いだとは思ってますが、言われたら。ちょっとあっくんチャットをしてみるか。で、いるんだったら通話来てもらって、うちが友達かどうかここで聞くの。そう、確認する。直接？そう。うわ。あっくんにとってさ、はい、私って何ですか？は？何言ってんの？なんかパッと出た言葉でいいんだよ。そうだよ。じゃあ、もう正直な、正直に答えてくれたら何でもいいんだよ。うん、変なね。まだ、分からない。現段階だと、かなえくんの友達。だから、言ってしまえば、友達の友達。ヘイト、かなえさん。友達になっていくっていう場所だ。笑ってんだよ。笑ってんじゃねえよ。これから友達になっていく段階だと思ってる、我が輩はね。カレー君、ド爆笑してるけど。ムカつくわ、マジで。超ムカつくんだけど。
では最後に本日加入した、はい、松海真央さんご挨拶お願いします。はい、微力ながら精一杯頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に、週5、1日15時間以上の委員をよろしくお願いします。はい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 、はい、何やってんの、毎日15時間ですか、うん、毎日のあの義務をなるほど、まああれだな、ね、まあ、うんうん、まあ先月より良くなったね。まあそうだね、嘘でしょ、先月より良くなったら22時間だったんで、ここに入ったのって間違いかも、軽い軽い、いけるいける。では、あれ、なんかいなくないですか、なんかいなくないですか、あれ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 、なるほど、声がって、じゃあ皆さん、あの捉えてもらって、あの子そんなの聞いてなかったんです。どこ、じゃあ、あの子捕らえてもらって、やばい、怖い、宇宙って聞こえてますけれども、うん、助けて、助けてください、宇宙って、諦めの境地に立っちゃったの、諦めな、あ、あった、あ、あ、すごい、すごい、おぉ、動けない、あ、なんか動けない、いい感じ、動けない、はい、では、これでね、無事に、はい、メンバーが揃った揃ってメンバーが揃ったということで、はい、いや、よかった、みんな、まあ、円満でよかった、円満で、うん、あ、よかった、幸せだ、うん、なんでしょう、みんな嬉しそう、でも全部パーよ、あっち、うわー、うわー、配信で僕やった時さ、何だっけ、なんだっけ、スパチャつけてたっけ、僕覚えてないか、いちいち、ちょっと待ってね、調べるわ、無反応が一番きついんですけど、みんな陣形を組むんだ、陣形を組むんだ、行くぞ、超攻撃型サッカー開始、カナエさん、ゴールキーパーだよ、カナエさん、何でそこにいんの、おかしいだからかな、そこは、やばい、カナの位置やばい、あ、キーパーが、キーパー、キーパー、キーパー、どんな風に行ったんだ、これ、あ、なるほど、キーパーやばすぎる、キーパーいいですね、キーパーがなんて、七瀬さんが最初始まってすぐ迷いなくずっとまっすぐ行ってたね、ねえ、知ってる、ねえ、見て見て見て、なに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 、どうしたの、割れるんだよ、それも知ってます、はい、知ってます、これ3往復やるとネッシー出るの知ってる、じゃあ、あの左から一発撃つしか、一発以上当てちゃダメ、難しいな、左から 1、あ、2発撃たれた、一発撃つ、フレンチだとむずいかも、ナイフでもいいよ、クラッシュ、ナイフでしょうか、左から 1、2、3、4、5、6、下段だけでいいよ、3、4、5、で、3回やると前のカウンターから出てくる、そうだよ私と、まあ、かなえさんとりきじさん現地にいてちょっとお話とかもねさせていただいたんですよ。で、私がちょっとトイレ行ってきますって言ってトイレ行って、で、トイレから帰ったらなんかかなえさんが、まあ、りきじさんね奥さんのこととかも大変でしょみたいなこと言ってるんですよ。で、え、何の話ですかみたいな感じの話をしたら、委員長知らないですか、りきじさんって結婚してるんですよって言われて、で、リキイチさんもそうなんですよねみたいな、いや、ライバーのことはつい最近言ったんですけどみたいなこと言って、はって思って、で、そうなんだって、私ね、そうなんだって思って普通に信じて、あ、そうなんですかみたいな、あ、ご既婚されてる中でライバーやって大変ですねみたいな感じの話をしたら、なんかしばらくしたらかなえさんが、うーん、まあ全部嘘なんですけどねみたいな感じのことを言って、はって思って、なんでそんな何の得にもならない嘘つくのって思って、私もめちゃめちゃそうだと思っちゃったし、しかもなんか私がトイレ行ってる間にそういう嘘をつこうみたいな話になったわけでもないらしくって、いきなりかなえさんが言い出したらしくって、力一さんも動じずにそれに完全に乗っかったらしくって、私それで2分ぐらい騙されてましたからね。あれタルコフの話しちゃ怒る、あ、いいっすよ、
あのひどい話あれマジで一生根に持つからいやもうその笑いはムカつくわ。であのゲーム内通貨、まあ、武器とかを買ったりするお金ですよね。ゲーム内通貨はリアルマネーで換金できるって説明してて、その時に冗談で、そうそう、ほんとひどかったあれ。でも結構武器とか買っても30万とかするんです。だからこう30万入れてんだよねみたいな、稼いだんだよね、そうそう、ゲーム内でみたいなことを言ってて、でその後にもう一回話した時があって、なんかでそタルコフを僕は裏で黙ってやって、ね、リアルマネーなんですもんねみたいなことを言ったらあれ嘘だよって言われて、すいません、あれ嘘って言ってなかったですっけってなってずっと信じててさ、だからさ配信とか見かけてもうわーすげえ300万もあるすげえって思ってたのそっからなんかずっとマジでひどい落ち込んでたいや本当に信じると思わないぞ。他の知り合いにいやあれマジのお金らしいよすごいよねって私言ってたの。しかもこれで食べていくんだとか言うんだよめっちゃ腹立つ全部嘘だったんだよ。びっくりした、本当に信じる人いるんだって思いました僕。いやもうね、だから嘘つきイメージすごいから。いやいやいや嘘ついたことないですかなえさんに作ってもらったらいいんじゃないか。あ、お前お願いしますか。いるし、ああ、家泣き落とし、そうですね、家のお詫びしてもらえますか、うん、今からしてもらえますか家、あれどうしたんですか。家がなくなっちゃった。え、大丈夫ですか。攻撃なくどうして。じゃちょっと待ってください、僕あの用意します。ちょっと待っててくださいそこで。メック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 何すごい。な、なにみんな座ってくれ。なにあああああなんかテンションなにテンションがどうして出ちゃう。なんかなんでだろう、動かないよ。なんでだろう、どうしてどうして、ね、なんかすごいデジャブを感じるんだけど、何年か前の悪夢のデジャブを感じる。なにこれ何もしないですよ僕。ちょっとじゃあじゃあチャイカさんに聞きますね。何が欲しいんですっけ。何が欲しい。足打たれた。いいんですか。チャイカさんいいんですかこんなことして。あ、じゃあちょっと次向こうの人に聞きますね。こんなことしたら家帰ったら松海さん叫び袋がいる。今あなたに聞いてるんですよ、何欲しいのかなって。早く答えて。じゃあちょっと今から一人、この3人の中の一人にゲームしてもらいますでそのゲームを無事クリアすることができたらお望みのものを渡しましょう。私も僕があの反対側に行きます。で僕があっちを向いてる間は進んできてください。で僕が振り返った時に動いてたら橋が崩れます。だるまさんが転んだ。だそうです、死のだるまさんが転んだ。あ、無事に向こうまで渡り切ることができたらあなたの勝ちです。では行きますね。1ミリも話聞いてくれない次橋がかかったらスタートです。わかりました。だるまさんが転んだ。そんな人間なのか。最後チャイカさんの番です。やってやら、やってやるよ。だるまさん転んだ。いけるんじゃないか。なんだ。動いてた。いやよかった平和で。怖いな、こんな施設のために作ったわけじゃないんだけどな。恐ろしい襲撃だった。ギタリストってやっぱ女殴るの趣味の人多そうだもんな。
今は、カナエが言ってました。俺は言ってません。まあ、カナエはやっぱ記憶喪失しがちだから本人は自覚ないって言うかもしんないですけど、まあ、それは本当に許してください。この通り、いや本当にその件に関しましては本当にこの通り。お前違う、待って待って、一個だけお前に話さなくちゃいけないことあるんだよ。僕何ですか？ギタリスト女殴ってそうって言ってたって何？お前それもう今混乱してるので。違う聞いたぞお前リスナーから。弁護士を通してください。今日か昨日か忘れちゃったけど、あの質問は弁護士を通してください。お前なんだそれ。次男彼は今錯乱しているので。次男じゃ済ませないからな。法廷までお待ちに行くからな。お前弁護士を通してください。ここやると開く、ここやると開く、わかる？来る？あ、構えた。あ、お姉ちゃん帰るよ。お姉ちゃん何してるの？お、来るよ。これ来るじゃない？お姉ちゃん何、あそこで何帰るの？お姉ちゃん何もいないよ。私には見える。お姉ちゃんどこ、何がいるの？私には見えるな。ちょっと待って。お姉ちゃん何もないよ、ここには。もう許してくれよ。あ、降りてきちゃった。とんでもないもの作ってな、あの人。あの人ライオンを崖から落とす母親みたいなことしてるけど。